2月8日木曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。本州の南海上を前線が通過する予想で、南西諸島では本降りの雨となります。また北海道付近を低気圧が通過する影響で、東北を中心に雪が強まるところがありそうです。詳しく天気分布予想で確認していきましょう。日本海側を中心にすっきりしない天気で、雪や雨が降るところがありそうです。太平洋側では晴れて日差しが届きます。また南西諸島では雨が強まり、雷を伴う可能性がありますのでお気をつけください。予想気温も確認していきましょう。朝は冷え込みが強まるところが多くなります。日がないと寒さが優勢ですが、日中は日差しが届くとぬくもりを感じられそうです。各地体調管理にお気をつけください。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。